えと今回はデザインカッツから2020年2月に入手したこのフォントキット当時はバンドル品として16種類のフォントがあったんですけれどもその一つモダンシンフォニーについて説明します、えー、ここにモダンシンフォニーのスクリプトとセ,セリフを支給していますでこれがサンプル画像になるんですけれども まあこういう流線形というかこういうフォントは個人的にとても好きですまあこれがあるからまあこのバンドル品を当時買ったと言ってもえ過言ではないですねこういった感じでちょっと洒落てるというかいいですよねこういうフォントってこれがサンプル画像でこれが A から Z までの大文字小文字あるいは数字とかですねまあある意味引きたいみたいな感じですけれどもカリグラフィーみたいな状態ですよねはいここまでですねでいつものようにチャートで説明しますけどもえっ、ー、とこれも このフォントも全く問題なくブレンダーで OK の状態になりました。まあアフィニティデザイナーで私独自のフォームを作ってるんですけれども A から Z までの大文字小文字あと数字の0から9あと Shift キーをした時の特殊な文字をタイピングしてでその後フォントを指定してこのフォントを指定して で、Blender でインポートして厚みを変えたりすることによって文字そのものに NG というところがなく OK と判断しました。で、パソコンの中にある私のサイト、CraftCMS のサイトですけれども、 こういうふうに4種類まず作成をして SVG ファイルを作成した後に Blender でインポートをしてでこのように 3D の状態ができます。これが正面からの撮影した状態ですね。で Affinity Designer で見るとちょっとこの流線形のところちょっと見えにくいんですけどこんな感じです。こういう感じです。 これもタイプグラフィーを見るとこういった形でいろいろこう設定項目があるのでその違いをえ分かるように設定を変えていくしかないんですけれどもこれで上2つと下2つがま違うというかですね。 例えばこれ下だとこのの部分違いますよね全然図形がちょっとこちらの方は見えにくいんであれなんですけども例えば ABC こちらの ABC はやはり図形というか全く違いますよねはいでこういうものをまあ私の場合は今回4回4種類作りましたけれども えっと、先ほど紹介してなかったかな。これ、レギュラーの一種類だけですね。で、こちらだと、こちらもレギュラーの一種類だけしかないです。で、このレイヤーを選択して、で、私の場合は、カーブズ処理するときには必ず赤にするんですけれども、このレイヤーで、convert to curves。 をクリックするとこのようにもう濃度の状態になってます。濃度がついてるというか。で、この状態で SVG ファイルをエクスポートからこれですね、SVG で出力をすることになります。で、ブレンダーでインポートをして、まあ、厚みとかをつけるとこういう形で。 こういうふうに厚みがついてるんですけれども全く問題なくできてます。でもうここまでできればブレンダーの中で文字列さっきのサンプル画像の文字列とかあるいは新しい文字列とかをここから選択をして作ることもできます。まあ、今回も問題なく、えー、作れたので。 3D になった状態で、えー、アセットブラウザーとかに保存しておけばいつでもこのフォントを使いたいなということになればここから選択することもできるできます。ということで今回の説明は以上になります。